大牟田市立は三大小学校は、福岡県大牟田市、大浅草木にある公立小学校。2007年度現在の全校生徒数は420人、あまり。1984年に、銀水小学校、三池小学校、白川小学校から分かれて創設され、設立された当時には、生徒数は700人あまりだった。校舎は4階建てで高台に立っており、 見晴らしがよく、遠くには、長崎県にある、雲前普賢岳も見える。敷地内には、葉山大学堂保育所がある。また、弥生時代から、奈良時代にかけての遺跡も、多数見つかっており、昔から栄えていたことがわかっている。なお、江戸時代には、三池藩の統治下にあった。校内には、資料室という大牟田市や大牟田市周辺の歴史に、触れることのできるスペースがあり。 図書室には約8000冊の本がある。教育目標として、やる気、勇気、根気、元気を掲げており、主に国語教育に力を入れている。隣接する小学校に、三池小学校、白川小学校、平原小学校、銀水小学校などがある。中学校は、大牟田市立田熊中学校、市立大牟田中学校などがある。三池小学校、 平原小学校、白川小学校、高取小学校の各小学校とは、四地区リレー大会、地区球技大会等で関係が深い。校区の一部は、昔は、三池第二と言われ、その名残として、三池小学校の校区には、現在も三池第一地区が存在する。2000年頃から校区内で、田園地帯を住宅地にする工事が行われ、新しい住宅が並んでいる。 反対に昔ながらの家も存在しており、三井三池製作所の所有する社宅や三井化学の社宅アパートもある。また、現在も開発は進められており、新しい建物が増えている。工区内の高齢化率は、市の平均よりもやや低い。福岡県道と国道208号が工区内をそれぞれ走っているが、工区東側は非常に歓声である。 校区内は新しい住宅地が多い箇所があり、その周辺は道が入り組んでいて非常に迷いやすい。学校周辺には大きなホームセンターやスーパーなどの商業施設があるため活気に満ちた校区といえる。ありがとうございます。